はい、カパチェ袋カッパ園長ですよ。さあ、まず最初はね、某国の人がこんなことを言っておりまして、小学校の先生に習ったんだけど、日本は我が国よりも豊かなのは、我が国のある半島で起きたまだ終わってないあの戦争のおかげって本当ですか？さあ新年早々っていうか、まあ昨日もそうでしたけどね。まあいいや、とりあえず見ていきましょうかね。要はまあ最初の人がね、日本が我が国より豊かになったのは、我が国の戦争のおかげですかと。何のことか分かりますよね。あえて詳しくはここでは言えないんで。で、まあこの小学校に通っていた時の先生の話なんだけど、本当ですか？先生曰く、この我が国の戦争がなかったら、日本は我が国よりも貧しい国だった。運が良かっただけなんだ、日本の発展は。って言っていました。で、まあ、ここから某国の人たちの反応が続くんで、まあ、最初の、次の人がね、我が国の戦争で得したのは事実。まあ、戦争特需って、まあ、多分そのことを言ってるんですよね。で、次の人は、役には立ったと思います。でも、一番最後の言葉は話になりません。で、次の人、最後の文章はいくら、もしもだとしても大げさですよ。あれ、意外に冷静だな。で、次の人が、日本が敗戦後のさなか、完全焦土化された経済基盤の中で最高の役割をしたのは事実です。で、次の人が、戦後の経済回復に役立ったレベルです。ドイツの戦後経済回復を見れば、我が国の戦争がなくとも大差はなかったはずです。で、次の人、でも我が国も日本がなかったら生きていけなかったでしょう。我々が発展できたのも日本の真似をしたからだし。あれおかしいな。調子狂っちゃうな。で、次の人、どんなに、遅く見積もっても、なんだろうこれ。なんたら末からなんたら初期。ちょっとこれ全部言えないんだよな。要はまあ西暦で言うと1400年前後のことね。あたりじゃないですか。で、次の人、人心和乱、1592年から1598年以降は、日本は常に我が国より豊かでした。我が国がいかにバイキング式、これなんか都合のいいところだけ取ってくるってことが言いたいらしいんですけど、で、歴史を勉強したかが分かる話ですね。あれは調子狂っちゃうな。これおかしいな、これ、日本人のコメントじゃないですよね。某国の人たちのコメントですよね。妙に冷静なんだよな。で、次の人、明治維新以降、我が国は人力車引いていたとき、日本はすでに戦艦を作っていました。すでに超えています。で、次の人、第二次世界大戦当時、独自で航空母艦や戦闘機を作った国と、植民地の遺産の他にはインフラが何もなかった国を比較するのがナンセンスだ。あれどうしたんですかね、いつものあの調子は。で、次の人が、500年前から日本の方が豊かだったはずですとか、500年前の日本は西洋勢力と出会ってパン製造していました。そんな国がまさか我が国より遅れてるはずがないでしょう。で、次の人、経済成長は 物的資本と人的資本の蓄積によって行われます。物的資本の蓄積は貯蓄、人的資本は教育で蓄積されます。ドイツ、我が国、日本が高度成長できた根本的な原因は、勤勉性、貯蓄、教育熱にあり、戦争のおかげではありません。若干、間違いが混ざってんな。これ、某国も、勤勉であり、貯蓄をして、教育をするって言ってますよね。あれ、だったら今そうなってないはずなんだけどな。で、次の人は、でも植民地支配からの解放直後はどう考えても日本は豊かですよ。蓄積された知識と人的資源の差は考慮する必要があるんじゃないんですか。で、次の人、我が国は自国民を主としてこき使ってた未開の民族でしたが、アメリカによってこれだけ発展できたんです。あ、アメリカのおかげなんですって。で、要は、かつての王朝、ね、第4代国王、1397年5月7日から1550年3月30日までのいた人、通信士が日本に行って農業物流の報告をする際、水車を普及させようと進言しましたが、この22代国王、1752年から10月、まあいいか、まで進展がなかったほどです。街道整備もろくにできず、田植えも日本より遅れていました。
で次の人がこんな教育を受けてると、なんだろう、なんとかポンに陥って、現実が直視できなくなります。とはいえ今が有史以来最も日本と国力の差が一番ないレベルでしょう。で次の人が、利益を得たことは日本人も否定してなくて千載一遇の機会だったとまで言っています。先生が言った我が国のおかげという点は話になりませんが。で次の人、全教祖の教師だったみたいですね、思いっきり。まあこれあれです、ね、洗脳教育を施している、まあだから日本でいうね、日教祖の亡国版みたいな感じかな。ちょっと違うけど、まあまあまあニュアンスとしてはそんな感じで、まあ最初の人がね、最終的には先生に騙されましたと言っとりました。あ、そうですか。ちょっとね、意外でしたよね。もっとなんかね、なんだろうね、亡国側にこう偏ってね、うん、そうだそうだね、日本のやつらめみたいな感じで盛り上がるのかと思ったら、なんか全然期待外れでしたね。ちょ調子狂っちゃうんだよな、こういう方向でまとめられちゃうとね。うん、なんだろうな、自国のね、うん、そうだな、じゃあ代わりに僕が言ってありましょうかね。自国のね、亡国の人にとって、自国の女性をね、20万人も強制連行した、ね、絶対に、たとえ何度生まれ変わったとしてもね、決して許すことができない極悪非道な国家を設けさせてやったと認められるのかよと。うん、いや、ひどいっすね。うん、被害者の心を踏みにじってる。ね、彼らが言ってることが正しいのであれば。被害者の心を踏みにじっている。ねえ、うん。要は、亡国人にはね、そんな道徳すらないんですかってね、代わりに突っ込んであげようかな。うん、まあ、要は、相変わらず歴史そのものを冒涜し続けている国ってことですよね。うん、だって、その戦争とやらの時はね、亡国軍は総崩れじゃないですか。ねえ、結局国連軍に助けてもらっといて。ね、だけど、ね、なんかこうね、頭おかしい、ね、共に民主党の先導に乗せられて、これまたね、うん、アホな、なんだっけ、なんたら市民、ね、あえてなんたらにしときますけど、が、アメリカ軍とか国連に対してね、損害賠償を請求するなど、ね、うん、ちょっとね、なんか、同行してますよね。ちょっとアクセル全開。うん、内容は本当の歴史はね、教えられないね、うん、まあなんだろう、気の毒な国家はね、うん、ちょっと常軌を逸しちゃってるんで、あまりにも、うん、ちょっとこのままじゃね、うん、なんだろう、このまま地球に置いておいていいのかしらっていうレベルですよね、ここまで来ちゃうとね。うん、そうだな、まあ仮にどこに滅ぼしてもらうかっていうと、まあ選択肢はそう多くはないですよね。まあ中国なのかロシアなのか、まあ残念ながらね、西側はね、もうブルーチーム陣営はさ、ね、これらの国からね、仮に亡国へのこの侵略行為が始まったとしてもね、今すぐ。うん。まあはっきり言ってガン無視するんで、うん。まあ、阿鼻叫喚しておくれよと。うん。だって、ほら、じゃあ例えばね、まあ彼らが世界に誇る、ウンムスン、ね、ああいう企業、うん。代わり他にいくらでもあるんで。うん、どうしてもね、亡国じゃなきゃないと困るものって、まあ、はっきり言ってないですから。うん、だから、だってね、それだって言ってしまえば、彼らがその戦争云々、うん、だから日本からだって武器購入したのはアメリカですからね。うん、なんで、彼らがそんな上から目線で偉そうに、ね、うん、まるで日本に感謝しろよとでも言いたげな、うん、さっぱり意味がよくわかんないですよね。うん、しかしまあ本当のことかどうかなんてさ、今の時代ちょっと調べるはいくらでもさ、個人レベルでもね、かなりね、うん、いろいろね、あちこち、ね、しかもこうね、それぞれこう深くね、掘り下げて、調べようと思えばいくらでも調べられるはずなのにね、うん、昔受けたその洗脳教育そのまんま信じてる人って相変わらず多いんですね、向こうにはね。まあ、しょうがないです。いつもこの自分たちにとって都合が悪いことは見ないし聞かないし頭に入れないんで。うん。まあ疑問に思ってもね、うん、気のせいで済ましちゃうんでしょうね。ね、うん、疑問に思っても、いや、だがしかし違う。日本が悪い。ね。これが楽なんで、彼らは。うん。ということでね、今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。